はい、皆さんこんにちは、しなたんです。今回はちょっと前になっちゃうんですけど、あるファンの子からこのケイトのスモーキーラウンドアイズ PK1 番っていうアイシャドウをいただきました。ありがとうございます。で、このアイシャドウを使ったメイクをちょっとね、今回は撮ってみました。いつもの私と違った感じの、どっちかっていうとナチュラル系のメイクをしてみました。全部プチプラのコスメでメイクをしているので、ぜひ参考にしてみてください。ではレッツゴー。まずセザンヌの非指定化リボシ下地を塗っていきます。これほんのりピンクがかっている下地になっているので、ワントーン肌が明るくなるのでとてもおすすめです。続いてこのレブロンのファンデーションを塗っていきます。このファンデーションラメが少し入っているので、自然とツヤ肌っぽい仕上がりになります。スポンジでムラなく伸ばしていったら、次にコンシーラーをしていきます。真ん中の色味を取ってクマを隠していきます。コンシーラーは手でなじませていきます。で、今回はちょっとほんのりピンクみたいな感じのメイクにしたかったので、先に仕込みチークを塗っておきます。これ最初紫色のチークなんですけど、肌に塗るとピンクになるようになっています。そしてキャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダーでセットしていきます。あんまりマットになりすぎないように薄く広げていきます。そして主役のこのアイシャドウを塗っていきます。まず明るい色をアイホール全体と涙袋に広げていきます。次にこの色味を二重幅を中心に塗っていきます。これは上まぶただけ塗っていきます。何度も何度も重ねて塗っていって濃くしていきます。そしてこのピンクのアイシャドウを指に取って黒目の外ら辺に塗っていきます。全部に塗るんじゃなくてポイント的に塗ることで、よりなんか立体感も出るし、すごい可愛いのでおすすめです。そしてチップに取って涙袋全体に塗っていきます。そしてこの色を取ってアイラインを引くような感じでまぶたの際に塗っていきます。細めに、延長ラインはなしで塗っていきます。そして下の目尻も3分の2とか2分の1ぐらい塗っていきます。そしたらキャンメイクのこのシャドウの真ん中の色味を取って眉毛を描いていきます。私今髪の毛が明るいのでこのぐらい明るい色で描いてるんですけど、これは髪の毛の色味に合わせてください。で、いつもよりもちょっと丸めに描いていきます。より眉毛を自然にするために眉マスカラをしていきます。毛の流れに逆らって塗ってから沿って塗っていきます。そしてビューラーをしていきます。今回はこのキャンメイクのマスカラ1本で仕上げていきました。これブラックではなくてショコラブラックみたいな、ちょっとブラウンがかったブラックになっているので、柔らかい印象になるのでおすすめです。マスカラを塗り終わったらノーズシャドウとシェーディングをしていきます。そしてハイライトはビセのイルミネートパウダー、これも生産終了してしまったんですけど、これを使っていきます。 T ゾーンと鼻先と目頭のところと、このほっぺの頬骨のところ、顎と上唇の中央にのせていきます。そしてキャンメイクのこのマットなリップを塗っていきます。で、今回はちょっとツヤっぽい感じに仕上げたかったので、この上からグロスを重ねていきます。グロスもこのレブロンのピンクのグロスを中央に重ねていったらメイク完成です。はい、というわけでこんな感じでメイク完成いたしました。今回はプチプラのコスメだけを使ってメイクをしています。主役のこのいただいたスモーキーラウンドアイズ PK1 番、この色味本当に可愛くて、なんか私普段ピンクメイクとかあんまりしないので、今まで自分ではね、こういうピンクが入った色味とかあんまりチョイスしてなかったなと思ったんですけど、今回いただいてこういうのも使ってみて、結構ピンクとかって難しいイメージが私的にはあって挑戦しづらかったんですけど、今回ねこのファンの子にこのアイシャドウをいただいて使ってみたら割と使いやすかったし、ピンクのアイシャドウもいいなと
思いました。ちょっとね、新たな発見ができたのでめちゃめちゃ嬉しいです。ありがとうございます。で、ちょっと今回はね、全体的にねピンクでまとめたメイクをしてみたんですけど、いつもよりはまあナチュラルにいったかなと思います。ピンクメイクって言ったらピンクメイクなんですけど、そんなにパキッとしたピンク、もうドピンクっていう感じのピンクにはしたくなかったので、ほんのりピンク、内側からちょっとじわっとピンクが、なんて言うんだろう、じわっとピンクが来るような、そんな感じのメイクをイメージしてやってみました。なのでチークはね、最初に仕込みチークをしたりだとか、ピンクもまぶた全体に塗るんではなくてポイント的に使って、ほのかにピンク色がちょっと効いてるようなメイクにしてみました。今回はちょっとじわっとピンクみたいな感じにしたかったので、まあ、どっちかっていうとマットよりかはツヤ肌っぽく仕上げたつもりです。なのでリップも私普段マットが多いんですけど、上からちょっとグロスを重ねてちょっとぷっくりしたような唇にしてみました。はい、というわけで今回はこんな感じで、ファンの子にいただいたこのピンクのアイシャドウをメインに使ったメイクをしてみました。このメイク本当に誰でも挑戦しやすいと思うので、ぜひ皆さんも参考にしてみてください。というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録お待ちしております。ではバイバーイ。